China Global Television Network。 こんばんは。2月24日水曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。はじめに、習近平国家主席は22日夜、エジプトのシシ大統領とキルギスのジャパロフ大統領とそれぞれ電話会談を行いました。シシ大統領との会談で習主席は、中国はエジプトとワクチン協力を強化し、人類衛生健康共同体の構築を推し進めたい。中国はより多くの中国企業によるエジプトへの投資を支持し、インフラ整備や科学技術などの分野でエジプトとの協力を拡大し、両国の全面的戦略パートナーシップの新たな段階への邁進を推し進めたいとしました。また、ジャパロフ大統領との会談で習主席は、中国企業のキルギスへの投資を奨励し、キルギスが良質な農業製品を中国へ輸出することを歓迎している。さらに、キルギスの感染症への予防と抑制を支援し、ワクチンなどの分野で連携を強めていきたいと述べました。王毅国務委員兼外交部長は22日、北京からオンラインで第46回国連人権理事会ハイレベル会議に出席し発言しました。王外交部長は発言の中で、コロナの流行に直面して中国政府は常に全ての人の安全と健康を最優先し、人の生命の価値と尊厳を守ることに全力を尽くす。ワクチンは人民の健康権、生存権と発展権に関わるものであり、世界で公平的に分配され、特に発展途上国のアクセスのしやすさ、コスト負担の可能性を確保すべきだと語りました。外交部の汪文斌報道官は23日の定例記者会見で、カナダ下院が進める信教に関する動議について、事実と常識を無視したもので、故意に基づいた中国への中傷である。その上、国際法と国際関係の基本準則に対する深刻な違反で、中国の内政への乱暴な干渉だと強く非難した上で、中国側は断固として反対するとともに、カナダ側に厳正な交渉を申し入れたと示しました。汪報道官は、カナダの政治家は信教に足を運んだことがないばかりか、中国に来たこともない。信教問題は中国の内政で、カナダには乱暴に干渉するいかなる資格も権利もない。中国が国家の主権、安全保障と利益を守る決意は確固たるもので、中国の利益を損なういかなる行為に対しても断固として対応すると強調しました。中国共産党の物語と名付けられた新教関連の広報活動が22日ウルムチ市内で行われました。この活動には世界80カ国から190以上の政党や組織の関係者310人余りがテレビ会議方式で出席しました。中国共産党第18回全国代表大会以来、新疆は経済と社会の発展、住民の生活環境の改善などでかつてない成果を収めてきました。参加者らは人民の素晴らしい生活のためにというテーマをめぐり踏み込んだ意見交換を行い、多くの共通認識を得られたということです。マカオの全住民を対象にした新型コロナワクチンの無料接種が22日午前9時から12カ所の接種会場で始まりました。現在12カ所の接種会場で1日5000人の接種が行うことが可能です。地元住民はQR コードを読み取るだけでオンラインで接種の予約をすることができます。マカオ衛生局で新型コロナワクチンの接種を担当する代加工氏によりますと、初日の22日には2500人余りがオンラインで予約し、
これまでのところ予約人数はすでに1万5000人を超えています。最も予約数が多いのは中国医薬集団シノファームのワクチンだということです。今年は中国と韓国の文化交流年です。両国首脳による共通認識を実行に移す一環として、 CMG チャイナメディアグループは22日韓国放送公社 KBS とテレビ会議形式で協力文書を締結しました。双方は平等互恵と友好的な協議の原則にのっとって協力メカニズムを構築することで合意しました。また番組の内容やメディア技術、産業経営などの面でも協力し、両国の人的文化交流を促し、友好と相互信頼を深め、中韓戦略的協力パートナーシップを新段階へと邁進させていくことで合意しました。以上、今日のニュースをミンヒョンがお伝えしました。